1秒間に60枚しか切り替わりません。それは、変わらないです。今のところ違いは分かんないです。これだからやっぱ助手じゃ分かんねえんだ。いやまあこれはだいぶ違いますね。全然違う。さすがに60は分かる。これはもう、すごいっすよ。すごいね。私たちがこのゲーム上の挙動から判断してモニターのリフレッシュレートを見事正解するという、これ俺分かっちゃったかもしれない。本当に皆さんこんにちは、ロート G の時戸でございます。この格好をね見ていただければもう勘のいい皆様は、分かっていただけると思うのですが、今回は格ゲー研究室第4回となっております。格ゲー研究室というのはですね、格闘ゲームに関する、さまざまな事象をですね、まあ、いいプレイ、プレイの向上を目指して科学的に検証していくというコーナーとなっております。それですね、今回のテーマなんですが、まあ、過去3回やらせていただきまして、過去3回ともに、コントローラーに関する、検証をやっていきました。このままだとちょっとコントローラーおじさんになってしまうので、今回は趣向を変えまして、モニターのリフレッシュレートに関する検証をやっていきたいと思います。まずね、リフレッシュレートとは何ぞやということなんですけれども、モニターのリフレッシュレートというのはですね、1秒間に何枚そのモニターに絵が表示されるのかということを示した数字となっております。まあ、一般的なテレビとか普通のモニターでしたら、まあ、60Hz っていう風に表記されているモニターがまあ一般的だと思うんですけど、その場合は1秒間に60枚絵が表示されますよということを示しているモニターであることを示しています。性能のいいゲーミングモニターになってくると、その数字が144Hz、240Hz とか、まあ、最近ではね、360Hz というね、すごい性能のモニターも出ておりまして、まあ、数字が高ければ高いほど1秒間に書き出される絵の数が多くなりますので、表示が滑らかになるということを表しているわけです。で、昔からですね、 FPS などのゲームではより高リフレッシュレートのモニターを使うことで戦いを有利にすることができるというのはささやかれていたわけですが、格闘ゲームはですね、まあ、そもそも格闘ゲームっていうのはゲームが60フレームでできているので、60フレームより上の60フレームを超えたリフレッシュレートのモニターでプレイしても何ら変わりはありませんよっていうのが通説として、この業界にはあったわけなんですよ。ただですね、おそらくまあ 2,3 年ぐらい前から格闘ゲームでも高リフレッシュレートのモニターを使用することで、描写のする速度が上がって、なんか有利に戦いを進められますよっていうようなことがささやかれ始めた時期があって、でその頃から僕も高リフレッシュレートのモニターを使用して試してみることになったんですが、これはですね、またちょっと別の話にもなっちゃうんですけど、垂直ノートを切るとか OS 側の設定でいろいろ設定をいじったりすることもできるようになると、高リフレッシュレートのモニターの方が、このね、ティアリングとかが起きにくくなるので、それで、有利になるなっていうことに、徐々に気づき始めてきて、で、まあ、高リフレッシュレートの方がこの見やすくなるし、応答速度も速くなるっていうことになってからは、リフレッシュレートの高いモニターが出るたびにそちらに乗り換えるということを今僕は、やってきたわけです。そもそも格闘ゲームって1秒間に、60枚しか、絵が切り替わらないように作られているのに、それ以上のリフレッシュレートのモニターでプレイすることに何の意味があるんですかっていうご質問が、あると思うんですけど、確かにそのゲームの描写は、60フレームでできているんです。1秒間に60枚しか、切り替わりません。それは、変わらないです。リフレッシュレートが60のモニターと、360のモニターだと、360のモニターの方が、
6倍モニターの表示を切り替える回数が多いわけで、だったら、リフレッシュレート360のモニターの方が一発目のその絵の表示が早いでしょっていう、そこを踏まえると高リフレッシュレートの方が、戦いを有利に進められるのではないかということが、まあ、一般的に言われてるわけですわな。120だったかな最初。まず 60Hz で垂直動機をオフにしてプレイしたところ、もうねガチャガチャするわけですよ、モニターが。真ん中に線出まくるしっていうのが、それより高リフレッシュレートの120にすると極端に少なくなった。ヒット確認でこれができるようになったっていうのは、そこまでないかな。そのモニターのね、表示モニターのリフレッシュレートを上げるっていうのと同時進行して、やっぱその設定、 OS の設定も例えば低遅延モードをウルトラにするとか、なんかそういう設定を細かくやりましょうっていうのが進んでったんで、だからそのどの影響が出てるかっていうのはちょっと定かじゃないんですけど、だから見やすくなりました。まあ、少なくともストリートファイター5においては高リフレッシュレートの方が有利とされているわけなのですが、実際問題リフレッシュレートの違いによってどのぐらいの差が出てるのかなっていうのを今回の検証でやっていきたいと思います。なおですね、この YouTube の使用上 60Hz を超えるリフレッシュレートに関してはちょっとね、今回出すことができないのですが、まあ、そこは、我々のリアクションで、まあ、我々が、まあ、このね、ここにあるモニターはもう正確にそのヘルツ通りが出るモニターを使ってますので、そちらでね、ちょっと判断していただければなと思います。助手の小作です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。ちなみに小作さんは家ではどのようなモニターを？自分は144 144Hz してるので。そうですね、トギドさん普段何 Hz？ 僕は365ですね。さすが、販売された瞬間に買いました。なるほど。10万円です。10万円でした。なので今回今日持ってきたんで、はい、360Hz から順にちょっとね確かめてみようかなと思います。はい、どうぞ。どうですか、このこれがなんかすごいやたらヌルヌルになりますっていうのはないんだよね。なるほど。ただ1枚目の書き出しが我々の目に飛び込んでくるのは早いはずなので、ちょっと一言に締めていいですか？あ、いいですよ。滑らか。いや、滑らか滑らかっていう表現はおかしいんだよ。滑らかは違うんですね。滑らかではないんだよな。今のところ違いは分かんないですこれだからやっぱ助手じゃ分かんねえんだ。いや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 、まあ、分かんないですよ。俺ちゃんと見ればもう分かるかもしれないから。本当に？うん、これじゃあ待って、今記憶するわ360をお願いします。 OK。 いや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 、次行こう。はい、次行きましょう。次行きましょう。240Hz で確かめていきたいと思います。はい、いけてるね。いけてます。わかる。あ、これじゃ分かんない。これじゃ多分分かんないんだろうな。ちょっと俺は、はい、難しいなこれ。まあ、あんま分かんないな、やっぱり。なんかその問題なしですよね。問題なし。あのね、体感はできないんじゃないかな144Hz でただいまやっております。はい、これそうだ、小作の家のモニターと。まあ、どうすか、モニターもね、リフレッシュレートリフレッシュレート言ってますけど、はい、応答速度とかもありますんで。あ、まあ、そこリフレッシュレートだけじゃ決まりません。どうすか、懐かしい入ってきた感じいや、分かんないですけど、
なんかどうだろう、なんかちょっとプラシーボが働いて、なんか若干こうどう、ちょっと重い気がする。なんか重いってほどでもないですけど、なんかちょっとこう真ん中にたまにピッて入るような、あ、そうそう、感覚があるような、この動きするとほらなんかちょっと真ん中にピッて入ってるような気がしないでもない、しないでもないですよこれは。あれ意外と気づいたか俺ら。オッケー、オッケーです。コンボとかいる？いや、なんかそういうんじゃない。そういうんじゃない。そういうんじゃない。もう。まあこれはだいぶ違いますね。滑らか具合とか。あ、わかる、わかる。さすがに60わかる。全然違う。さすがに60わかる。出てます。全然違うじゃん。ほらほら出てる、出てる、来てる、来てる、来てる、あ、すごいすごい、これ皆さん、皆さんには分かんないのかな、 YouTube だと分かんない、分かんないんだ、分かんないのか。これヒット確認もやっぱり難しいんですか。ヒット確認はなんか上の方だから、上の方から描写されるからヒット確認はそんなに影響出ないっていう話を聞いたことがある。確かにね、確かに。スタンチを見る場合は、そうだから、ちゃんとスタンチを見る場合は上からモニターっていうのはどんどんその書き換えられてるの で、ね、で上の方であるスタンチバーは影響を受けない、つまり早いままであるという。あ、でも下確認はしづらいことですよね。下確認はちょっと1フレーム遅くなってる確率が高いと、はい、あとこの前のコマ と、次のコマで違う絵、うん、になってる、まあ、CA とか演出が結構あるのについてはやっぱり真ん中に線が、真ん中とかそこら辺に線が走ってること多いですよね。伝わんないんだな。はい、それではこのモニターで設定できる一番低いリフレッシュレートの 24Hz の世界にやってまいりました。これはもう、もうすごいっすよ、ね、すごいね、言葉選ばずに言うとひどいね。ヒット確認とかにも影響あんのかな。ここらやっぱ影響で受けてんのかな。え、できる気がしないです。明らかに普段なら成功してるであろうポイントでボタンを押しても出てくれないわけだ気がする。うん、まあ絵を見ても明らかだし、うん、そういうヒット確認とかにも結構効いて、はい、体感できるぐらい効いてくるレベルだと、はい、そうです。まあ 24fps で格闘ゲームやんないですからね。まあ、そうですね。そんなモニターあんのかってレベルですよね、今。あと何で、うん、なんならちょっと気持ち悪くなってきました。うん、まあだからやっぱ難しいよな、はい、電気代を取るかこの性能で有利度を取るかで。今月はちょっと、今月はちょっと、今月はさすがに今電気代高いから、ちょっとこれ以降は 24fps でいかせていただきますっていう選択肢を取るか、ちょっと難しいところでありますが、はい、24はあのかなりのものでございます。はい、でこれからですね、私たちがこのゲーム上の挙動から判断してモニターのリフレッシュレートを見事正解するというシナリオになっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと頼むわ。あ、どうだ、ほう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 、なるほど。ちょっと清さん CA 打ってください。どう、なんか、あ、これ俺分かっちゃったかもしれない、分かっちゃったかもしれない。本当に、いや二択だなこれ。ちょっと待って、いや俺も二択だな、二択いやこれだけど、でもこれ分かるもんなんだ。本当に、それでは我々の回答はこちらでございます。ドンドン、おお、割れたね。まあ二択なんですわ。まあ、二択なんですわ。絶対二択です。これは。240の時は我々 CA 打ってないですから。まあ確かに。そう。確かに打ってよかった。我々ね打ってないんでしょ。そう。だから実は240でも、うん、たまには起きてたっていう読み。なるほど。私なぜならば144、はい、204、まあ100。20か、120、240、360と渡り歩いてきております、はい、これは240ではこの挙動はなかったね。なるほど、ちょっと多い、なるほど、多い、なので多いこちらでございます。なるほど、さあ正解はドル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 ドン、
これたまに、ね、スタッフさんねあんま分かってなくて、やってんだこれ。そう。ああ、あ、じゃあ分かんないもんなんだな。もう一回やりますよ。え、もういいよ。大敗北ですよ、これは。もうすでに、うん、スタッフ意地悪だとまた360キロ、うん、いや、あるんですよ。あ、全然ある、全然ある、本当に。あ、起きてる気が。いや、起きてないのか。ちょっと当ててください。あんまり起きてない気がする。いや、なんかさっきより起きてない気がするんだよ。俺が目が慣れてきたから。分かった。それでは我々がモニターの挙動から導き出したこのリフレッシュレート、はい、こちらでございます。ありがとうございます。ドン、おお、これはピタリ賞かもしれませんね、我々二人で。まあ、なんでこれなのかというと、はい、まあ、特別ね、すごいヒアリング等、見受けられなかった、はい、プラス前回の360ではないと考えるとその数字が妥当ではないのかなということでございます、うん、もうでも本当にそうです。あの、観測できなかった、うん、私の目には、うん、もうよっぽどスタッフが意地悪じゃない限りは240しかないだろうという結論でございます。怖くなってきた。さっき自信満々だったのにな。全然今もう怖い。はい、さあ、それでは正解をどうぞ、はい、あー、そう、そうなんや。え、あ、本当にそうなんや。なんかこうまんまといかれてますよね。わかんねえな我々。本当にじゃあ、本当だ、本当だ。まあ我々、なんだかんだ言いながら、はい、リフレッシュレート当てクイズ、キキリフレッシュレートに関しては、はい、惨敗でございました。惨敗でございます。これはですね、やはり当初から言われていた144以上は、まあ、気持ちの問題というか、厳密には違うんでしょうけど、体感はできないぞっていうのがまさに体感できたという、体感できないことが、体感できないということが体感できた、体感できたわけでございますね、はい、なのでこれからねモニターの購入を検討されている方いらっしゃると思うんですけど、まあ、とりあえずあの144以上であれば今年ストリートファイター5をやるにあたっては、まあ、まあまあいいんじゃないかなという、そうですね、結論でよろしいでしょうか。よろしいと思います。これはちょうどねコストパフォーマンスもそこら辺がかなりいいと思いますので、はい、ね、はい、ということでございました。以上、キキリフレッシュレートでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上格ゲー研究室シャープ4でした。次回はですね、ボタンを超えた新たな、コントローラーのを紹介していきたいと思いますので、こちらもお楽しみにしていてください。なお、まだチャンネル登録の方されていない方はぜひともよろしくお願いいたします。あと、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた。